子どもと高齢者の交通事故防止を基本に、平成22年全国春の交通安全運動が4月6日から15日の10日間展開されています。初日の今日はここ内巻にある阿蘇市立体育館で、世界の阿蘇から交通事故ゼロをキャッチフレーズに、交通安全阿蘇の集いが開催されました。開会にあたり、交通事故犠牲者に対し黙祷を捧げ、続いて交通安全功労者や有料運転者の表彰が行われました。表彰状、岩下森幸様。阿蘇自動車学校からは、阿蘇市と産山村に合計200本の交通安全旗が寄贈されました。これは毎年送られているもので、今年で6年目になります。春の全国交通安全運動に始まります、この阿蘇の集いに、阿蘇住民の方々の安全安心を目指しまして精一杯。終盤には一宮中学校吹奏楽部の演奏と、波野小学校子ども神楽による演舞が行われ、会を盛り上げていました。今回交通安全運動が始まりましたが、重点目標ということでシートベルトの徹底が挙げられていますが、これはどういったことで？重点目標の中に、全ての席のシートベルトの着装とチャイルドシートの着装の徹底というのが入っております。これはシートベルトをはめていれば重大な事故につながらないということのことで、重傷事故を減らそうという目的でシートベルトの着装を推進しているわけです。シートベルトの効用というのは、死亡事故につながるような事故であっても、重傷で済むとか軽傷で済むとか、被害が軽減されますので、必ず正しいシートベルトの着装をしていただきたいと思っております。それで正しいシートベルトの締め方をカチッと締めましたらですね、こちらのこれをですね、柔らかいお腹には置かないようになったっけ、骨盤に出てダブついたらダメですから、ここで一回ちょっと上げてもらうっていうこと、これが一番で、よくこの窮屈だからこういう格好される方もおられますけれども、これは表にこう出ますよね。ですから、なったっけ、肩に出て首に当たらないような状態で締めます。これが一番正しいです。真ん中にありますレバーを上に上げてください。びっくりしました。普通ね、シートベルトの選手等がいらっしゃいますけども、その怖さを知ってほしいと思いました。7日からは交通安全キャンペーンが行われました。今年の重点目標として、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶が掲げられています。阿蘇警察署前にて、ハンドプレートと旗を上げて行き交う車両に向かって事故防止を呼びかけていました。行われるバス事故は、被害者も加害者も計り知れない苦しみと悲しみをもたらします。